一番腹を割ってお話ししたい人はいますか？ああ、ヤゴー社長。お久しぶりです。お久しぶりです。覚えてますか？もちろんです。<laughs> 本当ですか？あ、あの緊張されてますか？いや、大丈夫です。<え> <laughs> 私はめちゃくちゃ緊張しています。あの今日は。 お時間をいただきありがとうございます。めちゃくちありがとうございます。ちょっとたくさん聞きたいことがいっぱいあるので、はい、ちょっと今日はお話ししていければと思います。はい。い,いっぱい喋ってくださいね。はい。ちょっと苦手なんで喋るの。はい。お願いします。すじゃあ、1個目からいきます。はい。えっと、簡単なものから、社長としての責任感で、胃が痛くなったりとか、はい、うわーってなったりすることは、 ありますか。あんまりあんまりない緊張するタイプではないかなというふうに思いますかね。<laughs> 本当ですか。はい。ただまあ、はい、基本日々こういろいろ課題を抱えているので、はいはい、おこれを今日やらなきゃっていう感じで朝早く起きちゃうことはありますね。はい、あ、じゃあちょっとホロライブについて聞こうと思います。はい。はい、えどうしてホロライブを作ろうと思ったんですか。 っていう。そうですね。はい、まあ、なんていうか、もともとその初音ミックスさんみたいな、ああいうこう。キャラクターで、うん、えっと、海外の人も含めて、うん、その楽しませるような。そういうコンテンツっていいなと思っていましたと。でも、まあ、初音ミックスさんって、ハツネミックスさん以外の。こう。 人がいいるわけでではなのたくさんの人がこう人気になれるわけではないなっていうふうに思ってる中で、うん、VTuber 的なシステムっていうのを自分たちで開発して、まあ、そういういろんなこうでしょうね配信者さんだったりとかうん、うん、そういうクリエイターの方が初音ミックさんのようなバーチャルタレントとして活動できるとすごくこうでしょう<あ>あの世界中のファンの方を喜ばせるかもしれないなと思って。うん あのホロライブのシステムを開発してこういうあのサービスを始めようと思います、はい、あ、えじゃあそのまさかこんなこう大所帯になるとは思ってなかったって感じなんですかね最初は。最初はそうですねあのこんなに大所帯になるとは、うんまあ、ある程度やっぱり海外の方に、うん、あのすごくたくさんのファンの方に届けていきたいと思ってたので、はいはい、もちろんその。 規模としては大きいものを目指してましたけれどあのまあ予想よりもあの順調にあの<ー>、うん、成長しているのかなっていうふうには思いますおおなんかちゃんと社長ですねはいちゃんとこれ失礼なのかな <laughs> ちゃんと社長ですねすごいじゃあ続いてここまでホロライブのお話を聞かせていただいたんですけど次は、はい、私湊とアクアについて 聞いていこうと思います。ちょっと、はい、ここが一番大事です。よろしくお願いします。はいえー、それでは行きます。はいえー、私ミナトアクアはホロライブプ,ラプロダクションに貢献できていましたかズバリ教えてください。貢献できてたと思いますね。<laughs> まああの <laughs> ホロライブプロダクションというよりかはやっぱりミナトアクアさんっていうタレントさんがやっぱり、はい。はいはい まあ、TikTok とかでもはやるような楽曲みたいなものを提供っていうかあの、はい、まあなんていうかそういった活動を実現することができていろんなその若い人にとってのなんか憧れの存在とかになれたんじゃないかなっていうふうには思っています。うん、そあ、はい、えちょっとどんな印象を持たれてるんですか湊とアクアに対して。 基本的にはすごくの強い方だなっってていいうに思ますはあ活動としてはやっぱりなんでしょうねそのアイドル的な側面もあると思うんですけれどやっぱり配信のまあんていうかゲームがうまいところがやっぱり最もなんていうかギャップ的ギャップっていうとあれですけれどねになる部分なのかなっていうふうに思ってました。それでは最後に そここまで私からの質問ばかりだったんですけれども、はいうん、社長から、えー、私への何か伝えたいことなどあったりしますでしょうかそうですねやっぱり、はい、6年っていう,こう長い期間、はいあのー、活動して頂い,いて本当にありがとうございましたと、はい、いうところだと本当にお疲れ様でしたとありがとうございます,い,い,すいう形ですね。はい、ありがとうございます 僕としてもまだまだ心残りの部分もあるんですけれどい、はいはい、本当にこの6年ご一緒できたことがすごく良かったと思います。ありがとうございました、はい、本当にホロライブに入れていただいてありがとうございました。ということでなんかちょっとエモい感じになりましたけれどもこんな感じでじタイタンは以上ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。したはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。 社長とお話ししてみていかがでしたかめっちゃ緊張しました。なんか、うん、生きてるんだなって実感しました。そうですね、生きてらっしゃいますね。<laughs> <laughs> あまりこれまで活動してきて社長とお話しすることってなかったですかクワさん。 やっぱり、まあそうですね、社長だし、野豪はなんか妖精みたいな存在だから、なんか一生会えない天然記念物なのかなぐらいに思ってました。あ、そうなんですね。ちゃんと言いました。ちゃんと存在してましたが良かったです。はい